撃は重なってしまったとプリシラは悔やんでいます。接触した存在、あれをプリシラは知っていたようです。あの個体は原初の存在、ミミックの始祖であると認識しています。どこへ行くのかとプリシラは疑問に思っています。地球、それはプリシラの喜びでもあります。プリシラはそこで慈悲にもなさねばならないことがあるためです。ミミックに、地球の多くのミミックのために、連れて行ってくれるのですね。レイチはプリシラを地球に、レイチの言葉はたまに難度が高いとプリシラは困惑します。先生！とりあえずシャトルは準備したわ。私たちと同じように地球に直接帰還しようと考えている人たちが多かったから、混乱に乗じられたのはいいけど、逆に地球降下が面倒かもしれないわ。そうね、あとはなるようにしかならないわ。その子が姉の？そう、こん
な妖精体で機能しているミニックなんて初めて見たわ。はじめまして、プリシラ。知っていました。え？プリシラは双葉を知っていました。でも、はじめましてというのは間違いでもないのです。この子、どういう子？
それはそうだけど、真相がどうであれ、正式に登録されていないプリシラと違って、二人は劣気としたバイオエルの所有物よ。私たちは犯罪者ってことになるわ。そんな簡単に言って。最初から利用するところは利用して、用済みになったら切り捨てるつもりでいたとするなら、それは確かに後腹だけど、そうね、私も覚悟を決めなきゃならないみたいね。これよ、早く乗って。シャトルのゲートがロックされているわ。どうするの？ラピスたちが何とかするですの。先生たちはその間に地球に行ってくださいなの。ラピスたちはレイチ先生のミミックですの。だからあくまで先生の命令に従うなの。
りましたの。大丈夫なの。大丈夫かしら、あの二人。そうね。進路クリア、行きます。そんな、こっちだって緊急事態なのよ。ここまでバイオウェルに手を回しているとは思いたくないけど。このまま指示に従って軌道近辺を周回するか、もしくは近隣のコロニーに受け入れてもらうか。どうする？燃料だってそう余裕はないわよ。
ち聞こえる、応答して。つながった。いい、誘導はこっちでするわ。今から送信する座標の空港に降りて。着陸ポートは確保してあるわ。大丈夫、双葉なら座標とビーコンプログラムだけでできるから。ええ、大丈夫、行けるわ。お説教はあとあと。それに今や私なんかよりレイたちの方が大悪人にされつつあるんだから。コロニーの循環装置を破壊したのは地球から来た調査員レイ、あなたってことになってるのよ。あなたがこんなありさまで私だけが平気だって思う？それにミミックを戦争の道具に使おうなんてこと私だって許せないの。了解。しっかり捕まっててよ。大丈夫、任せて。
ちょっとレイチ、ユウを止めて。これじゃ捕まる以前に命がいくらあっても足りないわよ。頑張るじゃない。私のテクについてくれたのは褒めてあげるわ。でもここからはアマチュアに追いつけない私の領域よ。知らぬ三半規管は許容範囲を大きく超えた刺激を繰り返されていました。平野に噛み砕いて簡単に表現するとよいそうということのようです。そのようです。さあ、着いたわ。どうやら尾行も負けたようだし、